どうもレイマルです。このチャンネルは桜坂日向坂ユニゾンやメインで動画投稿しております。桜日向社会人オタのレイマルでございます。ぜひねチャンネル登録よろしくお願いいたします。1万人目指しております。桜坂46のサードアニバーサリーライブのゾゾマリンね、インゾゾマリンスタジアムの当落発表が来ました。ファンクラブ1時選考が FC が1時2時3時まである。でそっからオフィシャル選考いろいろあって、めっちゃ選考があって絞られるんですけど、その一次選考をね、FC 選考の一次選考が発表されました。この動画ね、当落発表から結構時間経ってるんですけど、皆様にお伝えしたいなと思います。私ですね、ゾゾマリンスタジアム行きたいです。その前にね、ちょっと後ろ背景がぐちゃぐちゃなのでご了承ください。あのね、最近この部屋をね、改造しようと思って、いろいろ取り掛かってる最中なんで。まあ、それはさて、大きい。ゾゾマリンスタジアム、11月25、26、同日と、ございます。どっちもね、もちろん申し込みました。抽選結果発表を発表したいなと思いますが、こんな感じです。無事ね2日目とりあえず確保できました。ありがとうございます。26日の2日目を、FC 一次選考でゲットしました。これは嬉しいよ。 FC 一次ってことで、あのゾゾマリンのアリーナ席も期待できるんではないかって思う感じなんですけど、惜しくもね1日目は外れちゃってんけど、どっちも行きたいよね。どっちかというと1日目がとかではなく、どっちも行きたいし、1日目ね、ハブちゃんが卒業してしまいます。1日目は普通のセットリスト組んだ後アンコールでハブちゃんの卒セレがあると思うから、配信もねさすがに卒セレもあるからあるやろうし、こうアニラなので、まあ、1日目と2日目のセットリストは多分変わるんじゃないかなって思ってるから、両方とも行きたいで、まあ、引き続きね FC2 時目申し込むんですけど、まあ、とりあえずでも1日でも確保できたことがすごい嬉しい。安心する。まあやし、まあもう仕事的にもね、土日どっちも休むのきついし、福岡から行くってことで、まあ土日月と休まないといけないから、なので、まあまあまあ引き続き FC2 時は、1日目をね申し込み続けたいなと思います。で、そっからよ。今回のゾゾマリンは、マジで、スタートオーバーのシングルと、新しく、承認欲求もね、発売済みやから、あの、2枚のシングルを引っ提げて、セットリストが組まれると思うから、それもすごい楽しみ。さあ、桜坂の、ライブは、桜月のツアー、サードツアー以降行ってないから、まあまあ感覚空くね。まあ、ケヤキフェスなかったし、なかったから、ライブがね、期間すごい空いちゃってるから、いや、超楽しみです。まあ生々しいグッズもたくさん買います買います。そのためにね、あの iPhone15 Pro 買うのやめたのでそう、まあ、他にオタ活グッズ買いたいとか、 iPhone を買いたかったんでね、 iPhone13 なんですけど、今撮影してるのが iPhone13 やねんけど、あのまあ2年経ったから、もうすぐで2年経つのこの iPhone なので買いたいなと思ってんけど、まあそのお金他に回そうかなとか、パソコン買いたくて最近ゾゾマリン挑戦しましたっていうご報告動画です。はい。チャンネル登録してください。初めて見る方。はい。っていう感じですね。直近で9月末とか10月は、この部屋改造動画をたくさん上げるので、その進捗をね、徐々に報告していきたいなと思います。今、現段階の感じが、まあ、ここ、本棚っていうのと、まあ、この机、まあ、机もね、ちょっと掃除したくて。で、このカーテンとかもね、変える予定ですね。なので、徐々にね、趣味部屋がたくさん、めちゃめちゃ趣味化する。このポスターとかね、壁にかけたいのよね。まあでも賃貸やから、壁に穴開けれないし、でも賃貸でも、壁にかけれるよっていう、なんかアイディアがありましたら、ぜひコメントください。ということで、今日の動画は以上となります。バイバーイ。